さて、浦代川のどんどんを後にして、どん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 チャリを押してますよ。ダジャレじゃないですよ。いや、これ上り坂だからってね、こう焦げないってわけじゃないんだけど、今日ね、ヘルメット忘れちゃったんでね、カメラ頭にくっつけられないってことに気がついたんですよね。なんか忘れ物するよな。チェックリストを作ったのですが、それを見ることも忘れます、ね、やっぱりここもね、すれ違いできないですよね。車、対向車来たらマジでどうするんだろうね、ここね。さっきのどんどん、どんどん、水路随道は、どこら辺だろうね、この下あたりなのかな、もうちょっと先かな。川もどっかにあるはずなんだけどね。吐き口だけ見たって面白くないじゃんね。あれ面白く泣かないんだけど。できればね、飲み口の方も見たいですよね。スマホで現在地確認すればいいんだけど、出すのめんどくさくって、いつもね、そうなんですよね。こうやってめんどくさいから出さなくてね。行けるだけ行って、困った時に取り出すって感じですよね。行動パターン全般がそんな感じです。めんどくさがりのクソ野郎です。ちなみに偶然なのですが、後で地図を確認したところ、こうぼやいていた現在地が、浦代川のどんどんこと水路随道のちょうど真上付近だったようです。開けたけど、この左はなんだっけ、線路じゃなかったっけ。あ、やっぱそうだよね。ってことは川はもっと線路の向こうなのかな。こう入っちゃいけませんよ、これ線路はね。ここ右に曲がる道あるんですよ。だから通行止めする必要ないじゃん。いや、この道微妙なんだよな。でもだけどね、こういうやる気のない封鎖の仕方は、これ歩行者だからね、車はダメだよって。てか大したことないんじゃないの、あいつ。乗り面がちょこっと剥がれてるぐらいでさ、あ、多分車が通ってないからでしょうね。もう路面がね、汚れちゃってるっていうか、荒れてるというか、こうやって放置しとくとね、そのうちに廃道化しちゃうよとかって。さすがにそれはないです。オールドメディアじゃないので、いい加減なことを言って危機を煽るのはいけません。やっぱりこの道あたりはね、整備の優先順位が低いんでしょうね。てかどんどんはもう絶対過ぎてるよな。まあいいや。この切り通しもね、いいですよね。新しいものが現れるとすぐに前のことを忘れます。幼稚園児並みですね。この切り通しを抜けるとすぐに確か素彫り随道現れるんじゃなかったかな。すぐじゃなかったっけ。頭上注意。あ、あったあった。切り通しもね、ちょっと見直しておきましょう。はい。あれ、水の音が聞こえるよ。あ、そうか、もう川か。ということで、また素彫り随道現れましたけどね。これは柿の木台第二随道です。この随道はね、観音堀じゃないんですよね。丸いやつね。だからなんだっけ、名前忘れちゃった。茂原のお尻のね、あれか、後ろ随道かな。違ったらごめんなさいね。あの随道とね、形が似てるんですよ。大きさはだいぶ違うんですけどね。あ、こっち側じゃなくてね、反対側ね、後でね、見てみましょう。チャリはね、ここに置いてね。いやー、いいね、これ。でかいでしょう。でかけりゃいいってわけじゃないんだけど。やっぱり車とかバイクとかだとね、こういうのをすぐ通り抜けておしまいですからね。本当は徒歩が一番いいんだけどね。だけど、徒歩だとね、時速8キロ程度までしか出ませんからね。8キロで歩いたら相当疲れるよな。自転車は簡単に20キロ以上出ちゃうから。やっぱりそう考えるとね、効率考えると自転車だよなとかって思うんですけど。でかいね。ここはね、舗装になってるんですよね。地層も見えるでしょう。いいですよね。いや、いいですねしか言えないですね、もうね。この出口ね、どっかのクソガキの頭のように見えますけどね。えなりくんだ。
えなり君をクソガキ呼ばわりするつもりはないんですよ。要は坊主頭のイメージです。こっちにもえなり君がいるよ。いやー、惚れ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 。やっぱりね、予想通りね、徒歩チャリだったら問題なし。なんだろうこの輪っか。そうですね、これ濡れてんだよね。あれでも、そっか、この先、そうか、路肩崩れそうなところあったっけかな。まあまあ行ってみりゃわかるか。振り返り、ああいいでしょうこれ。そう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 、うん、そう、おしびのね、ゴロズイドと似てるってさっき言ったやつ。あ、これまだここじゃわかんないかな。ちょっともうちょっと先行って。どうですよこれ、素晴らしい。アクションカムの画角がまだ把握できていませんね。これではちょっと離れすぎでした。ここは手掘りじゃないですよね、機械掘りですよね。重機で掘ってるんだろうな。ちなみにこの隧道の南北にも素掘り隧道があり、3本ともほぼ同時期に完成したようです。しかしどういうわけかここだけ形が違います。他の2本は五角形の観音掘りですが、ここだけは円形の断面です。ひょっとしたらここだけ後から拡幅工事を受けているのかもしれません。昔の地形図見てちょっと確認しなきゃ。なんでこりゃ、まあ先生のはずないな、違うよな。うん、いやこれ杉の木が抜けた後でしょうね。うん、何でも隧道に見える病だったけどね、戦績をやるようになってから今度は何でも戦績にも見える病にもかかってきて困っちゃいますけどね。同業者はみんな罹患しているようです。いいね、うん、ということでもういいねしか言えませんけどね。とりあえずここら辺でお別れのご挨拶入れときます。どう切るかわかんないんだけど、一連の騒ぎで取材もままならないので細切れで公開しています。すいません。ということで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタン、クズだと思ったら、低評価ボタンで、よかったらまたよかったらか、チャンネル登録もお願いします。ということでまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。